今体重何キロですか？ 56.5 です、うん、55キロ級出るんですよ。はい、あと今日が火曜日、火曜日です、ね、もうすぐですね。もう10日ぐらいですね、計量まで。きつくないですか？まだ意外と余裕。楽しいですか？楽しい、楽しいです。割に合わないですよ。でも割に合わないですね。ロール、まあ趣味ってでもそんなもんやからね。みんな割に合わないけど好きだからやるもん。でも楽しさは分かったやろ？楽しさは分かりました。やっぱり絞ったら今まで見えてない筋肉が見えてくると楽しいでしょ。はい。でそこまで絞れる人は少ないからですね。で体力があるのも分かってよかったね。やっぱ体力がないと絞れないからですね。でも仕事もしながらやったらきついのはきついでしょ。ってきついのはきつい。あ、もうきついのはきついです。それは当たり前のことって当たり前のことだよね。みんな一緒ですね。うん。他の趣味とかもっとね、毎週ゴルフに行くだってきついよね。いやきついですね。でそれ楽しいと思うやろね。でもボディービル大会の場合はやっぱり結果を出さなきゃいけないけどね。結果っていうかその絞らなきゃいけないのがきついかもしれないね。そうですね、その参加資格を得るまでがうん、まあ、結構きついかも。お金を払えば出れるんやけどね、それだけでは出たくないのが日本人の差がよね。差がですね、まあ真面目ですね。真面目よね、そこまでやる必要ないよねって感じで。まあ甘くったって出ていいんやけどね、別にね。ただまあ、出るんやったらってところが、うん、俺のハートがノーと言うって感じだね。そうですね、まあ、マラソン大会に出るって言ったらタイムで大体分かるけど、ボディービル部では分からないよね。どこまで行ったらやったらいいかね。はい、無限よね。まあ自分じゃいいって思ってても人と比べられるから。そうね、物差しがないんですよね。普通に自宅で自分の体見てたらよく見えるもんね。見えます見えます。みんな勘違いするんよね。それがっかりしてやめていくって人も多いやろうけど、勘違いする気持ちも分かるやろ。まあ、分かります分かります。自分のこと客観的に見えないけんね。また皆さん頑張られてるわけやからね、はい、でも楽しいのは楽しい。楽しいのは楽しいですね。これだけ見えてくれば楽しいやろね。日焼けはせずにもうカラーリングで。ちょっとお金なかったんで、まあ、あんまできんかったっていう。時間もないやろね。はい、もうカラーリングだけで、ね、まあ、カラーリングで少し焼けかもしれないですけど、うん、まあせっかく出るんだから楽しんでね、はい、なかなかこんな経験ないからですね。でオリンピック出る人もっと緊張してるよ。当たり前だよね。こんなもんじゃないと思う。こんなもんじゃないね。こんなもんじゃないよね。まあでもやっぱりプレッシャーって楽しいかもしれないね。 ある方がないよりは刺激的でいいかもですね。そう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 。でもなんでこんなことやってるのかって思うことはない。 あ、 あります、ね、あるよね。いや、ありますね。みんなと飲み会の時とか食べた方が幸せよね。食べた方が幸せですね。それもあれやけんね、変わってるよね。やっぱボディービル大会出る人はね、変わってますね。まあ、ここまで絞れば特にね。ただまあ別に1日2日食った程度じゃ太んないっていうのは、まあ、まあそれはあるね。分かったのは大きいですよね。やっぱり無駄なことやっちゃダメやね、はい、これ人生も一緒で、やっぱ無駄なことに一生懸命やったらですね。だからやっぱり、うん、そういう意味じゃ順位気にしたり、ね、あの誰が出るか気にしたり、そういうのも無駄ちゃ無駄やけどね。無駄ちゃうですね。でも結構無駄をあんまり排除できる人の方が全てにうまくいくんですよね、うん、時間はみんな同じやからですね、はい。まあ、そういう意味じゃポージングやるしかないね。いや、もうやるしかないですね。そこに気づいてるよね。はい、やっぱなんか構えられると緊張してわけわかんなくなっちゃうのはちょっといかんですね。いつも鏡見てやってるからね、この画面なくなるからね、はいはい、なんかもうパニクっちゃうですね。これはいかんですね。だからやっぱ同じスイングで打てるっていうのは難しいよね、うん、難しいですね。同じ姿勢で馬乗れっていうのは難しいですね。あ、そうそうそう、それ言えるよね。ものすごく単純な動作やけどね、ポージングはなかなかうまく取れないけんね。毎回同じポーズは取れないけんですね。やっぱり成績がいい人ってものすごい上手よね。いや、上手ですね。今ポーズが下手な人いないけんね。やっぱマッスルコントロールはできてるんでしょうね、一つはね。ですね。一つ一つ の筋肉のコントロールができればよく見えるんやろうね。その点やっぱりうまくできてるよね。いや、でもやっぱポージングちょっとやり始めて、トレーニングやった後痛くなるところとかが増えてきたのはまあいいことですね。そうね。ぐっと絞ってみたら、あ、ちょっと足を見れていいですか。まあ、ぜひ頑張ってください。はい。